はいどうも、しおみんでございます。今ここどこかというとですね、プレセンのね、三方駅っていうんですかね、見えるかな、三方駅っていうところでございます。今からね、呉の秋灘飛島街道ですね、秋灘飛島街道ってやつを行っていきたいと思います。でね、ゴールはちょっと途中からそれて、竹原というところに、行きたいと思っております。それではどんな感じなんでしょうか。ちょっと焦ってます。もう2時過ぎて今ね3時前なので、40キロぐらいなんでそんな時間はかかんないと思いますけど、暗くなるのは嫌なんで、でフェリーもね2回ぐらい乗らなくちゃいけないんで、ちょっとね、ゆっくりながら、急いでいきたいと思います。それでは、はいどうも、どうしたらいいんかな。50円って書いてあるけど、すいません、自転車どうしたらいいんですか。あ、わかりました、ありがとうございます。キラキラしてて綺麗ですな、本当。こういうような橋の上からの景色でございます。2つ目の橋ですね、2つ目の、島に上陸します。さっきよりはちょっと距離が、橋の距離がね短い感じでございますが、
ところに参りましょう。3つ目の島に突入します。どこ止めたんですか？最後の島です。夕方ライドの始まりでございますね。かしこ、バリ岩だそうです。へえ、すごい話ですな。すごいね、造船場ですねこれ。でっかいタンカーが作られております。リーダーをね、左に曲がって西海岸に出るということで、この先どうなってるんやろ。峠やったら嫌やなと思いながら行くしかないので行きます。あとね、港までね 4.8 キロって出てたんで、もうちょっとです。とりあえずね、峠じゃないことを祈りながら、トンネルがぶち抜けてることを祈りながらですね、行きたいと思います。はい、きつくはないけどちょっと登りですね。よし、トンネル口に沿ってトンネル抜けていきます。はい、大崎上島っていうのですね。トンネル抜けてきました。着いたんだやったっけ。あとどれぐらいなんやろ。はい、アクリル工の